はい、皆さんこんにちは。今回はですね、先日リリースされた無料の AI トラフィックですね、 FSLTL の方を紹介していきたいと思います。で、今までもですね、 AIG トラフィックなども出ていたんですが、この FSLTL はですね、自分以外の、機体 AI 機ですね、そちらの方を、フライトレーダー24の情報に従って機体を出現させることができるので、実際に飛んでいる機体のですね、情報を読み取って反映されるような仕組みになっています。僕の方はですね、いつもライブ配信の時は AIG の方ですね入れているんですが、なかなか AIG の方も、起動は少しね長かったり、ロード時間かかってしまったり、最初のセットアップが非常に大変だったりっていうね、ところもあったんですが、この FSLTL はですね、導入も非常に簡単になっていまして、フライバイワイヤーのインストーラーの方から、インストールすることができるようになっています。こちらの導入方法の方もですね、後ほど説明していきたいと思います。この辺の AI トラフィックに関しては、今後もですね、ジャストフライトの方からも、また別のものがねリリースされる予定になっているんですが、今回の FSLTL ですね、 AIG に続いて無料で導入することができるので、非常におすすめなトラフィックモッドになってくるんではないかと思います。はい、それではですね、この後導入方法の方を説明しながら、空港の方ですね、見ていきたいと思います。はい、まず最初はですね、皆さんおなじみのフライバイワイヤーシミュレーションズですね、こちらのインストーラーの方を立ち上げます。で、こちらの左側ですね、上から3つ目のこのレーダーのマークですね、こちらをクリックします。はい、で、これがですね、今回の FSLTL、インストールする画面になっています。で、今ですね、 FSLTL トラフィックスのベースモデルズっていうのと、FSLTL トラフィック、インジェクターというのがあるんで、これ両方ともですね、インストールする形になります。で、インストールに関してはもう本当にこの右下を、それぞれ押していただく形になるんで、非常にですね、 AIG と比べると導入に関してはかなりやりやすいっていう印象はあります。はい、それではベースモデルズですね、こちらの方からインストールしていきたいと思います。こちらの右下ですね、インストールボタンをクリックします。インストールをクリックします。はい、これでですね、今インストールの方始まったんですが、少しですね、時間の方はかかります。はい、これでですね、ベースモデルズの方がインストール完了しました。はい、続いてですね、このインジェクターの方ですね、こちらも、インストールしましょう。これでですね、ベースモデルズと、インジェクターの方両方ともインストールが終わったので、フライトシミュレーターの方も起動させます。はい、フライトシミュレーターの方起動したらですね、行きたい空港を選択します。今回大きめな空港の方のが AI 機いっぱい出てくるので、羽田空港に行きたいと思います。はい、で、今羽田空港の方来たんですが、この状態でですね、フライトシミュレーター起動して、フライバイワイヤーの先ほどのインストーラーの画面に行きます。はい、で、ここでですね、FSLTL インジェクター、今 Not Running になっているんで、右側のスタートボタンを一度押します。スタートボタンを押すとですね、このような画面が出てきます。続いてフライトシミュレーターの方の画面に戻ります。このインジェクターの方を、操作していきたいと思います。操作といっても、キーボードをワンクリックするだけで、起動させられるので、この辺も設定とかは特にいらないので非常に楽になっています。一度エンターキーの方を押します。これでインジェクションスタートとなるんで、この後ですね、こちらの方に AI 機の方が出てくると思います。AI 機の出現にはですね、少し時間はかかるんですが、このデバッグ画面がですね、文字がずらっと出てきて、
一緒に AI 機がこのように出てくる形になります。はい、これで導入の方はもう全て完了になります。なので AIG 難しくて、入れられなかったっていう方もですね、この FSLTL の方のが導入も非常に楽なので、ぜひ入れていただきたいモッドになっています。他にもですね、 AIG と比較する点というと、リバリーの方がですね、スペマなどは AIG の方のが種類が今のところ多かった印象はありました。現在見たところほとんどの日本の航空会社ですね、こちらの方はリバリーの方特に問題はなさそうだったんですが、一部ですねテクスチャー欠落しているのか、白い機体っていうのかね、真っ白な機体っていうのが海外などを見ているとありました。あとはですね AI 機の挙動ですね、これに関しては AIG トラフィックの方でもやはりですね、空港上空を思いっきりすごいスピードで通過していったりっていうのがたまにやっぱりあったりするんで、FSLTL の方も、似たような現象も少しありました。でゴアランドしなくてもいい機体がゴアランドしてしまったりとか、着陸の間際ですね海面スレスレの飛行になってしまったりとか、その辺もですねやはりあったんですが、この FSLTL ですね非常に期待できそうなので、そのリバリー関係であったり機体関係の挙動ですね、その辺も、今後のアップデートでねさらに良くなってくるんではないかと思います。続いてはですね JAL 側と、第3ターミナルですね、そちらの方も見ていきたいと思います。やはり空港内がですねこのように実際の航空会社のねリバリーがあると本当に雰囲気がね良くなりますね。ライブトラフィックということもあるので、どうしてもですね、大型の空港などだと、フレームレートは少し低下するような印象はあります。その他もですねいろいろと見ていたところ、 AI 機のですねモデルによって、タイヤスモークが出たり出なかったり、あと飛行機雲ですね、その辺もですね、モデルによって出なかったり出たりっていうのはあるみたいです。まだまだですねいろいろと調べ足りていないことはたくさんあるんですが、この FSLTL ですね非常に、個人的にも気に入っているんですが、まあ、AIG の方もですねスペマがあるので、今のところどちらをね、使っていこうかっていうのを検討中なところです。またライブ配信の時などね、どちらか、使っている様子見れると思うんで、ぜひまたねライブ配信の方にも足を運んでいただければと思います。本日もですね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッド評価、コメントもお待ちしております。それではまたライブ配信動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。